じゃあ、改めて、ごちそう。先輩。帰るよ、まだ。竹内さん、おはようございます。おはようございます。今日一日よろしくお願いします。密着どうぞ、巻かれないように気をつけろ。見てるの？カーブザオートサロン。ピシャリあったね。あったね、一発でね。やはり、今一番気になる車といえば、スーパーでしょ。ラパック。ラパックで、トークショー。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうでしょう、目が張りすぎやってる。ストーカーだ、ストーカーだ。その中で谷口守ってる好きな人手を挙げてください。帰れお前らっていうのが、最近の鉄板ネタね。自分で言うんですね、鉄板ネタ。軽くて安くて、丈夫でってところを、全てをやるのはなかなか難しいんですけど。まあそうだよね。谷口選手、片岡選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お前なんで谷口ばっかり追っかけて俺を取られんだよなあ。分かってるだろ、ビデオオプション。お前よ、本当にな。お前らこんな YouTube 見てんじゃねえよ、本当にもうな。分かってるだろな。まあまあ俺を取れば、まあ結構面白いと思うけどな。まあ俺がいれば、まあ、この業界どうしかできますか。ご覧のご了承ください。距離感の近いトークショーということでね。スパ24時間レースっていうのに我々チャレンジして、普通、まあそれがね、まあ、普通の、まあ、参戦して、K という若者がね、車をコッパみじんにぶち壊したよ。今年はまだ撮ってる方なの、移動時間。これいつもあったらね、 D1 とかっていうのがあるからさ、あれ一番うっとうしい。この道は何ですか。これが一番いいんだよ、関係者通路。1から8までだとこう通るのが一番スムーズいいんだけど、北ホールとか行くのが一番困るんだよね。あっちはもうどうしようもなく行かなきゃいけないから。池田カレー食べて池田カレー食べたい。オートサロンの時って昼ご飯食べる暇もないから、もうこういう移動中にちょっと時間があったらカレーを買ってガサガサと食べて次行かないといけないから、だから池田カレー買ってきて。横浜に電話してカレーを出しました。よろしくお願いします。ちょっと俺来て、これ俺のかなと思ったら、来たらもうカレーが用意されてる。この VIP 待遇ある、これある、こんなんある、そんなないでしょ。去年チャンピオン GT 取れなかったのにカレーもう食べちゃってる。
あ、大丈夫です。カメラが回ってるから渡したんでしょう。大丈夫、先輩、先輩言葉1枚渡してお釣りいらないよって言ったのがかっこいいじゃないですか。お釣りきっちりちょうだい。この格好に私なかなか攻めてるね。忘れちゃったかも。クロイスミカだったまで、ね、アメリカ人でもなんか初めてかもしれないですよ、これ。僕的にはすごい嬉しいですよ、この機会。この3人は初めてだと思う。レジェンド2人と、知ってます、とうとう僕もここに来ましたよ。ビデオオプションって自動車サッカーと酔っ払いレース出てましたよね、とか。だからそういう過去を消したいんですよ、ビデオオプション。あのね、残念だから消せないんですよ。本当ビデオオプションの人に言いたいです、過去を消してください。僕もね、消したい過去がいっぱい。映像として残っちゃってるよ、本当に。で向こうに大原待ってますんで、あの外に出て待ってますので。加速が悪い。ガズーさんが電動キックボードを用意してもらってとても快適だった。さすがガズー。新車みたいなのもあるんですけど、あとは屋根が取れるやつね。屋根が取れるのも結構珍しいんですけど、こういうものすごくこんな考え方で、そして鍋だからスープラスープラになったらそれも車。ありがとうございました。イベント大きな視点をお送りください。じゃあ先行ってくから、池田。先行ってくから。このまま押していただければ。すごい。すごい。今度の新しい選手は、俺ともかなり考えてきたんですよ。はい。だけど、立ち向かうというと方向が違うんですよ。はい、これ顔が緩んでますけど、嬉しそうになってますけど、まだ楽しみです。なんか裏でどうすんだこれ。ありがとうございます。頑張ってください。どうもありがとうございました。あの、ついてるよ。取り道しながら行くよ。今とは言ってないです。おお、これすごくいいじゃん。これすごいいいじゃん。これめちゃくちゃいいじゃんね。これはいい。めっちゃいいじゃん。男顔負けのドライビングテクニックを持っててですね、走るとあの結構速いし、でドリフトとかもするし、今年もですね、僕あの GT と86レース頑張りますので、ぜひ勝手に決めた。この後もね、予定が入っていらっしゃるので、はい、最新のスタンダードの特ダネをつかめ。さあ、谷口のホテルに一着、一日密着、いかがだったでしょうか。一日こんな風にドタバタとあちこちのブースに行ってトークショーしては、打ち合わせしては、挨拶してはとですね、駆けずり回っているので、正直全く車を見て回れません。まあ、あの本当にね、この後閉館間際とか朝皆さんがお客さんが入る前、そこら辺にですね、ちゃらちゃらっと見るだけなんでね。まあ、あの明日もう一日あるので、明日の朝見回りたいと思います。